わかった。黒沢拓海だっけ、この辺りにいるかどうか見てきてやるよ。龍之介さん、いいんですか？ありがとうございます、助かります。何でしょう。いや、十和田さんはみゆきちゃんと一緒に集会所にいてくれないか。え、どうして？女の子と一緒じゃ何かと動きにくいからさ。それに行方不明者が出た直後だ、用心に越したことはない。でも荒川さん、僕は。ああ、お前は当然俺と一緒に来るんだよ。え、僕が？何ビビってんだよ、男の子だろ。あ、でも。じゃあ龍之介さん、私も一緒に探しに行きます。いや、みゆきちゃんは十和田さんのそばにいてあげてほしいんだ。十和田さん、みゆきちゃんと一緒なら少しは安心だろ。それはそうですが。わかりました、行きましょう。十和田さん、大丈夫よ、二人で一緒にいれば心配ないから。そうですね。行くぞ乙部。あ、はい。盗まれた。
荒川さん？なんだ、乙部かよ。びっくりさせんなよな。あ、すみません。びっくりさせるつもりはなかったんですけど、荒川さん立ち止まって難しい顔してたからどうしたのかと思って。あ、いや、なんでもねえよ。ちょっと考え事をな。早く行こうぜ。でも、行くってどっち？右か左か。どっちでもいいですよ。いや、こっちだ。こっちですか。荒川さん、さっきミオンさんが探したんですよね。地元のミオンさんが見つからないっていうのに、僕たちで見つけることなんて本当にできるんでしょうか。わかんねえけど、行くしかないだろ。黒沢は忽然と姿を消しちまってるんだから。だけどそれは。それはなんだよ。なんでもないです。じゃあ言うなよな。もしかしてこっちとか。バカ、こんな真っ暗の中そんな獣道なんか入ってったら二度と出てこれねえぞ。ですよね。もうダメなんじゃないですかね。ダメって？だからこれ以上言っても何もわかんないっていうか、大体あの木の中に引きずり込まれてたとしたら絶対にわかんないですよ。誰に引きずり込まれてんだよ。それは。もう無理ですよ。引き返しましょうってば。だからってこのまま帰るわけにはいかねえだろうが。なんでですか。帰ればいいじゃないですか。僕もう嫌ですよ。乙部、それじゃあ戻るか。でも戻ってもしょうがないんですよね。でもこのまま行ってもしょうがないと思うんですよね。それくらい
俺だって。じゃあどうするよ。だからそれはその、戻りましょう。行こうぜ。これ以上言っても無駄ですよ。だからって集会所で黙って殺されるのを待つってことはねえだろ。電話が繋がらないのなら歩いて警察に行こうぜ。沖ノ宮まではすぐだろ。すぐって言ったって歩いてですか？そうだ。車で行けばいいじゃねえか。車？園崎さんの車だよ。あの人は着物だからさ、こんな廃村に徒歩で来てるわけないだろ。あ、言われてみればそうですね。それじゃあ集会所に戻りましょう。すぐにみんなに知らせないと。おい、荒川さん、早く早く。黒沢さん、見つかるといいですね。絶対生きてますよ。そうですよね。そうだな。荒川さん？なあ、乙部。お前みたいな奴が、そもそも、なんでこんな村に来たんだ？え？急に何を言い出すかと思ったら、どういうことですか？なあ、お前、友達とドライブって言ってたよな。それって、本当？本当はさ、お前なんか隠してるんじゃねえの？何かって何をですか？いや、ちょっとおかしいと思っただけだよ。なんですか荒川さん、いきなり何言ってるんですか？何も隠すようなことなんてないですよ。僕ただの学生ですよ。学生？お前本当に学生なのか？そうですけど。どこの学校？
どうでもいいじゃないですか。そんなことは。お前はさ、荒川さん、趣味は何ですか？え、俺？いや、趣味ですよ。何かマイブームのことってないんですか？俺は仕事が趣味かな。もともと物書きは嫌いじゃなかったし、オカルトもそれなりに興味があったしな。なんでそんなに仕事が好きなんですか？小さい頃から超常現象とか不可思議な事件に興味があったからかな。お前は？僕は食べ歩きですかね。へえ。何が好きなの？いろいろです。女の子と一緒に行くときは板飯が多いけど。板飯ね。神楽坂にも結構いい店がいっぱいあるんですよね。あと青山に最近できたカフェのランチも結構うまいんですよ。へえ。お前の友達ってさ。ああ、着きましたよ。Yeah.